ユーリーズミックスはイギリスの二人組ミュージシャン。1980年代にヒット曲を連発した高い人気を誇った。1980年、アニー・レノックスとデイブス・スチュワートによって結成。1981年にデビュー。二人はユーリーズミックス結成以前にトゥーリスツというバンドにおり、互いの音楽的才能を認め合う恋人同士の関係でもあった。 しかし二人での音楽活動を続けるにあたって関係を解消している。トゥーリスト時代には二人だけのデートのカバーがスマッシュヒットしている。バンド名の由来はレノックスが子供の頃通ったバルドルフ学校で学んだルドルフ・シュタイナーが提唱した舞踏芸術の授業からである。1983年第二次ブリティッシュ・インベージョンの波に乗ってスイートドリームスが 全米1位の大ヒットを記録した。クールなエレクトリックポップのサウンドと単発で男性的なレノックスのビジュアルイメージは強烈な印象を与えた。またミュージックビデオでのダンスやセックスクライムというタイトルのシングル曲などで性表現に厳しいアメリカの放送ではたびたび規制されることもあった。続くヒアカムズザ・レインアゲインは ブルーアイドソウルとエレクトロニクスサウンドの組み合わせで、以後アニー・レノックスのソウルフルな歌唱を活かした曲が増えていくことになる。1984年、マイケル・ラドフォード監督の映画、1984のサウンドトラックに参加。そのうちレノックスが歌う、セックス・クライムをシングルで発売した。スティービー・ワンダーがハーモニカで参加したことで話題になった1985年の、 ゼアマストビー、アンエンジェルは彼らの代表曲の一つで、全英一位を記録。歌い出しのスキャットが非常に印象的で、日本でも人気が高く、カバーバージョンや CM 音楽でたびたび取り上げられており、ルチアーノ・パバロッチとのデュエットバージョンも存在する。また1985年にレノックスは、アレサ・フランクリンとのデュエットで、ウーマン・リブをテーマにした、シスターズ・ア・ドゥイン。 イットフォーゼムセルブスをヒットさせた。1990年にユーリズミックスとしての活動を停止、両者のソロ活動を経て1999年には一時的な再結成を果たした。ありがとうございます。